ほど、はい。すみません。質問全部。日本より排気量が多いと多い国っていうのはアメリカ以外でどこが？いやでもヨーロッパ人って結構合理的ですから、例えばチーズとか言ってもね、みんなその買いに行くときに、なんかテントでみんなバシバシ切ってね、でみんな食べてますよね、だからそういう意味ではアメリカ人、まあ、ヨーロッパ人は意外にゴミは出ないのかなって気がしますよ。ただまあこのことで怒られちゃう、中国の人は意外に結構ゴミをたくさん平気で捨ててるかもしれないね。なんか私も、まあ私はもう随分昔の話ですけど、なんか電車に乗って中国移動したら窓にビルビル捨ててましたからね、窓からね、ドーンと入って、ね、食べ物ですか？食べ物はなんかわーってこう食ったら、そのままの食いからバーンってこう、まあ昔の話ですよ、多分本当に1990年代初頭みたいな感じの、今とは全然もう違ってると思いますけど、結構みんなその辺にゴミを捨てたような記憶ありますね。いっぱい、とりあえず出たやつは全部言った。まあ、流れをどう考えるかですね。そうね、全体の流れをね。そうですね、なんかもしかしたらまた来るかもしれないんですけど、はいですよ、いやこの後みんな3回目字が入ってる、私はご飯食べに行くんだけど、もしあったら一緒にご飯食べながらちょっと話していきたいなと思うんだけど、もう行っちゃう、授業、あ、授業あるのか、授業です。あ、もう授業でも授業となっていい、全然。じゃあ、彼女ちょっとプロデューサーだけ、なんだっけ、プロデューサーは、プロデューサーじゃなくて、私 DTP なんで、じゃあ DTP さん話しておきましょう、もしあったら。ありがとうございます。